お呼びしますか。はい、これから第2部、もう準備は大丈夫ですね。ですね。はい。さあ、というわけで、あ、待ってください。まだビジョンの準備ができて、ビジョンの準備が。ビジョン。ビジョン。言い方変にしてるか。なんて言うの。なんて言えばいいの。ビジョンじゃなくて。ビジョンじゃなくて。これちょっと今準備中です。これ今日はガンボさん。最後に。最後に。はい。いやー、今回はね、時間過ぎるのが早いですね。そうですね、あっという間にね。集中しちゃってるから、こっちも。今、ここ、だからさっきのこう見るから、ここが痛いですね。そうですね。ここが。左側が。ここが。やられそうです。準備できましたね。できましたね。凛々しいお顔がありますね。これをまたなんかあのライトノベルの表紙みたいな感じの。そんな感じになるか。ライトノベル。じゃあ早速、はい、第2部最初のプレゼンターでございます。日高さん、ご紹介お願いします。はい、次のプレゼンターは長英さん。ご紹介いただく武将は太田助政です。どうぞ。はい、お願いします。あー、来ましたよ。いいですね。ワルフは岩月城主、太田助政なり。皆のもと、よくぞ舞い上がった。ということで、長英と名乗っていくものでございます。はい。ただ、今回は、太田助政でございますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、はい。最後ありがとうございました。1回目のコラボ映画。はい、まあ、自分の名前なんかはいいから、もうこの、ね、太田助政、太田助政公の名前を覚えてほしいから、もういちいちこんな太田助政、太田助政ってちょっとやらせていただいておりますということで、はい、私のプレゼンの方が失礼しますね。はい、太田助政公を推しすぎて太田助政公を役になった人が話す太田助政公の話っていう、まあ、さっきラノベみたいって言っていただいてありがとうございます。あのなんかネタが通じないとちょっときついかなと思って逆にありがとうございますということで、はい、この通りですね、あの、まあ、普通と言ってはあれなんですけど、私この通り太田助政公役なんてちょっと言っちゃってるんですが、ですね、あ、これ次のはどこだ、ごめんなさい、スライドこれですね。はい、ごめんなさいね。はい、私の、まあ、簡単にちょっと自己紹介の方をちょっとね、あの交えながらでやらせていただきまして、まあ、私の方太田助政の会というものの方をやらせていただいておりまして、そちらの方でまあ一応太田助政役という形の方でね、あのこの通り、あの太田助政好きな人が集まる自由な会という形の方で、また太田助政だとか、まあ、岩月城ですね、太田助政の居城でございますに関する学習や講演会、歴史散策などとね、もしくは PR など、まあ、自由にやっていただく会の方をやらせていただいております。はい、でもう一つ岩月武者の蔵、こちらの方ですね、こちらの方も一応、まあ、太田助政公役で書いちゃったんですけど、まあ、正確には下と同じようにイベントとかに出た場合はちょっと役柄が異なってしまいましてですね、あのここのところで何が言いたいかというと、もう先に言っちゃうとですね、あのいわゆる私武将体ではないものでございまして、あの太田助政あのこう役はやってますけど、あの他のイベントによってはいろんな武将をやらせていただいておりまして、はい、んあれでじゃああの人なんだろうってなっちゃうといけないので、一応こういっていう風にちょっとねやらせていただいている感じでございます。はい、で、もう一つ、まあ、岩月武者の蔵の方では、まあ、こちらの方ですね、埼玉岩月を中心に、まあ、商品開発や、まあ、あの出店演舞の出演、公演賑やかし等々、まあ、様々な方向地域の活性化を、まあね、目指して活動という形の方で、やらせていただいておりまして、また今日ですね、あのね本庄城の方もいらっしゃってるみたいに、あの友情出店っていうね、あのキーワードにさせていただいて、市や県の境はなく、まあもう友好を結んでコラボとかね、協力の方を展開させていただくという形の方でいろいろとやって、まあ、友好の方を広げさせていただくということでやっております。で最後、本格格闘甲冑集団式、こちらの方もあの役柄ごとにもう、 あのもう全然あの役が変わってしまうので、はい、であのこちらの方、あのもうこのお城好きの、ね、方々集まるところだったらご存知、日本百名城箕輪城が一応本拠地でやらせていただいておりまして、まあ、甲冑演舞ですとか、まあ、にぎやかし等々ですね、依頼の方を受けさせていただいて、群馬県でなく、まあ、各地の方でイベントに出陣させていただいて、まあ、あのそちらの方で、いろんな演舞とかやってるわけですけど、最大の特徴となりますのがこの甲冑を着ての演舞でございます。はい、戦いを見せるということ で、ですね、もうお気づきの方は多分いないと思うんですけど、あの自分の甲冑ねすっごいボロボロなんですよ。
あの結構家紋とかも剥がれてますよね、これね。あの普通いわゆる盾とかでやってらっしゃる方とはご存知なんですけど、盾は絶対に人に当てたりあの怪我させちゃダメなんですけど、あのこちらの方はガチで戦ってしまうので、あの余裕であの人倒しますんで、はい、私も散々倒されるとどうなるかっていうと、甲冑って結構ねやっぱりね、あの修復しないとねすぐねあの紐とか切れちゃうんですよ、はい、だからこれ昔のね、あの、まあ、これたまに聞くんですけど、やっぱり甲冑ね、あの戦が終わると甲冑ね職人とかの方に直させるなんて話はある通り、やっぱまあ痛むんだろうなという次第でございますね、はい、この通りいろんなところがもうこうやってね剥げて傷だらけっていうのはそういったのやつをやらせていただいていると、はい、まあ、そういった戦国さながらの実戦演武を行うということでやらせていただいておりますっていうのを自己紹介させていただいて、まあ、せっかくねこちらね、あの城田川様があります福生の方に来たので、どこだったかな、ちょっとあんまり自分のことばっか話すつもりじゃなかったんだけどよいしょっと失礼、ちょっとアナログな資料を今こちらの方に出しちゃってましてですね、ちょっとごめんなさいね、机の上いろいろと、よいしょ、あったね、自分のこれのいわゆる初陣ですね、ちょっとこっちに出してますけど、あのこの城田川さんの近くに横田米軍基地さんありますよね、あちらの方の日米友好祭の方があの私の一番の初陣でございますね、はい、あのあれはね、あのアーティストさんが演奏するラップ系でよかったかな、ま、のところに合わせて、合わせてっていうか別にあの自分たちは敵も戦ってるんですけどっていう形でございます。ちょっとねもうすごいブレちゃったこの画像くらいしか戦ってる時のがなくてですね、だいたいみんな取れなくて退治してるところだけしか取らないんで、あの他で、ね、まだこれがマシかな、他の演武のやつをやってもやっぱりこうやって止まったところしか取れないんですよ、戦ってるところがなかなか取れてくれないんで、まあまあまあちょっとこんなことやってますよということで、これ本格格闘甲冑集団指揮ということでね、ちょっと箕輪城とか、中心ですけれど、あの全国の方でイベント出させていただいております。はい、もうこちらの方は以上ですかね。はい、そうしましたら次行かせていただきます。はい、でちょっとこの長ったらしいのはちょっとあの私がもう口で説明しますので見なくて大丈夫です。まあ簡単に言うとですね、まあここに長々書いてあるのは私が太田助政役になった、まあ、訳というかそこをまあ導入にさせていただこうかなと思いまして、はい、こちらの方ですね、あのまあ私の方もですね、まあ、当然ながら、まあ、皆様と同じようにあの最初から歴史、ね、生まれた時から歴史を興味を持ってましたので、そんなことはございませんと。はい、じゃあ一体なんでじゃあまず、歴史に興味を持ったのかということと、太田助政公役にまでなったのはなんでってところの方がそこの方なんですけれど、よいしょと、私の方ちょっとこれね細かすぎて見ないとね分かんないところがあってねはい、まず太田助政公をねまず知った理由なんですけれども、これがですね、まあ、友人に昔勧められまして、まあ、あのまあね、あのお城好きの、ね、あの方々が知っている信長の野望というゲームありますよね。そちらの方で、まあ、それまで自分は、ね、あのいわゆる普通の例えばファンタジーだとかアクションとかいろいろありますよね。そういったゲームしかやったことがなかった少年が、あの、まあ、そのよくわからないけど信長の野望って面白いよと言われてやってみたところ、なんかゲーム内に地元の岩槻城が存在するよと。まずその段階でちょっとあの全然ピンとこないんですけど、まあ、歴史的にあったよとかそういう話されるのは分かるんですけど、ゲームにあるんだふーんって思って見てみたら、そこになんとこの今回の太田助政公が武将としていたんですよね。はい、もうその段階でなんかゲーム内に登場するお城だとかキャラが実際に存在してるっていうことはもうなんかもう全然最初ピンとこなくて衝撃を受けたんですね。そこがやっぱり一番最初のスタートでした。で、まあ、あのゲームの面白いところ、あの短いながらいろんな武将様のね、あのプロフィールが出たりとかするんで、へえ、こんな人がいたのか、でこんなお城があったのか、あ、全国にいろいろとあるんだねっていうことが分かって、なんだったら近くのところも行けるのかと。で、まあ、私社会人になってから、まあ、お城探索と、まあ、皆さんと本当同じですよ、あのお城探索とかすごいしてましたから今もしてますし、で、まあ、武将ゆかりの地だとかを、ね、巡ったりとかして、でいたんですけれど、ここからなんですけど、太田助政公ってですね、あの全然地元で有名ではなかったんですよ。今頑張って今やってるところではありますけど、昔は全く知られておりません。はい、ただ皆さん多分ご存知の太田道灌公であれば、皆さん結構ね、あの特に東京なんかは江戸城とかの話で、まあね、あの知ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、太田道灌は知ってたとしても、太田道灌公は知ってたとしても、助政公を知ることは知っている方はいなかったと。で、あのやっぱりもうお城巡りをスタートした段階で、やっぱり助政公って結構自分ですごいんだなと思ってたんですけど、その当時も
いわゆるインターネットとかの方の情報完全版が全然なくて、いろんなお城好きの方々、まあ、今はウィキペディアさんはすごく充実してますけど、あのすごいね、いろんな戦いの切り張り、例えばいろんな人のブログだとか、あの頃はブログじゃなかったかな、を切り張りしていかないと全然一本道で見れないんですよっていうくらいだったんですね。でそんな状態だし、地元の方でも全然フューチャーしないということがあったんで、あの、まあ、うーんって思ってたところ、まあ、ちょっと2017年に先ほどの、ね、団体の方と知り合って、まあ、武者行列をきっかけに、まあ、サブメンバーから入りまして、1年のサブメンバー期間を経て、正式なメンバーとさせていただいてっていうところで、先ほどの米軍基地の、あの演武ですねがあったという感じで、はい。でまあ、そこからしばらくはそのメンバーとしてただ活躍しているんですけど、助政公とは関係ないんですけれども、はい。でまあですね、一番のきっかけは2020年ですね。ちょっと2019年あんまり関係ないです。飛ばします、はい。地元で初めて太田助政公を押そうとあの、いう動きがございまして、太田助政公生誕500年祭っていうのを2022年の2月に行うよっていう実行委員会ができるよと、まあ、やるよっていう話を聞きつけて、もうすぐあの、まあ、地元の方にちょっと戻って、ね、あのまあ、いろいろと聞いてみて、で、まあ、あの実行委員会の前身の方々の方と、そうしたら私の方がこうやってあの助政公役として PR をやりましょうと、あのそういった話の方をさせていただいて、助政公役として、まあ、PR の方を開始させていただいたと。で、まああのまあ、よく武将隊の方々の話とかになっちゃうんですけど、2020年の9月ですね、あの太田助政公のお墓っていうのが、茨城の片野城ですねにございまして、でそちらの方で、まあ、500年祭の成功を、まあ、誓って、まあ、助政公の墓前に、まあまあ、より城として必要な時に使ってくださいねなんていうふうな形の方のお祈りをさせていただいたよと、まあ、武将隊のまあ条件じゃないんですけど、聞くところによると、まあ、その身をより城にして武将様の魂を宿すというふうに言われるそうです。ですので、まあ、その同じようなことをさせていただいて、そのぐらいちょっと武将隊ではないので、あの好きに使ってくださいと、あの、ね、あの必要な時に使っていただければいいですよという形の方でどうぞ使っていただいて、この500年祭を成功させてくださいというお祈りさせていただいたようなんてとこですね。はい。で、ちょっとまあ飛ばしまして、500年祭が終わってからですね、500年祭ね、あの2020年の2月なんでまだコロナがかなり際どかったんですよ。なんですけど、ギリギリでできました。ただそこで終わりにして、あ、500年祭が終わった、じゃあもうそこで終了にさせてしまったらもったいない、あの自分なんかずっと、ね、こうやってフューチャーしてほしいと思ったわけですし、同じ思いの方々がいたので、それでしたら祭り以降もやっぱりあの、ね、助政公の PR を、まあ、続けてほしいという声もいただいたので、ありがたいことに、で、まあ、有志たちによる、まあ、助政の会というを立ち上げてさせていただいて、まあ、自身の、ね、活動の方も、まあ、岩槻武者の蔵という形にまとめさせていただいて、こちらにおいても助政公役として PR の方を返していただいたと、まあ、岩槻城と、まあ、助政公ですね、そういう形の方でやらせていただいているという形で導入にさせていただきましたと。はい、すいません、長々ごめんなさいね。さ、あのこんな自分自身の話じゃなくて、皆さん聞きたいのは助政公の話。はい。さ、では、まあ、助政公、太田助政公の推しのポイントということでですね、まあ、自分の方、あの先に言っときますとですね、自分この通りあの、まあ、いわゆるエンターテイナーでしかないので、あの全然先生みたいなあれじゃないんですよ。はい、なので、まああのまあ、自分ね、あくまであの、まあ、あのエンターテイナーの人がこうやって語ってくれたよっていう程度のものと思っていただいて、正しくないことも多分あると思います。はい、まあ、あれです、あの地元の講演会でも言ってるんですけど、あの間違ったことがあっててもですね、あのいやなんかある時に東京のカフェに行ったらなんか侍がいてなと、あの太田助政ってなんかよく分かんない武将の話を聞かせてくれたんだよって知らない人に話したら、夢見たんじゃないのだって言われると思いますんで、はい、そんなものだと思っていただければいいと思います。はい、ということで、さ、助政公の推しのポイントですね、こちらの方、まあ、2度のゼロからのスタートっていう方を私よく言ってるんですよ。これゼロからっていうのは別に生まれた時からってことではないです。その後の、まあ、よく転落人生なんて言われますけど、いやそこから盛り上がる、ね、あのもう一度っていう復活した、それが2回ある人ですね、まあ、岩槻城主までの道のりと、まあ、肩の三落祭っていう形の方で一応ね付けさせていただいてまして、で、まあ、おしのぼりの次の方が岩槻戦記ですね。で次伝令剣で、まあ、6剣 vs 0.5 剣とか、ね、あの内容を見てもあの全然ここでは全く分かんないと書いてあります。で、まあ、最後、まあ、戦い抜いた障害を、まあ、押して、で下の方ですね、まあ、まあ、とある先生の方がおっしゃったんですけど、
まあ、助政公は関東のこれ岩槻じゃないですよ、関東の戦国の重要人物キーマンっていうふうにおっしゃってました。つまりこの助政公は関東が誇るべき武将ということで、ね、そんな助政公をちょっと押してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、さあそうしましたらですね、はい、あとは合わせましてですね、あの手元の方にね、あのこれあの配信の方だと多分申し訳ないんですけど、手元の方に資料の方あの配らせていただきました。こちらの方ですね、太田助政公の、まあ、まさに本を出しているえあの先生の方に、書いていただいておりまして、ちゃんとこういった PR に使ってくださいということを許可いております。はい、まあ、正直、ね、先生がこんなに、ね、あの分かりやすく出してくれちゃってるんで、あの私 ある意味いらなくなっちゃうんですけどこれだと、はい、私なりのところで、ね、やらせていただくという形の方になります。はい、まず、まあ、太田助政公なんですけれども、まあ、さっき岩槻城主岩槻城主ってさちょっとちょいちょい言ったんですけれども、いきなり岩槻城主代替わりしてスタートではなかったんですよ。はい、助政公はですね、まあ、いわゆるまあ次男坊ですね、あの、まあ、助政公のお家自体は確かに、それなりにすごいところでございますよ。はい、助政公のお家、大竹ですね、大竹は扇ヶ谷上杉というあの、まあ関東の上杉家ですね、山の内上杉と扇ヶ谷上杉がいるとしまして、扇ヶ谷上杉家の家、ま、裁、あ後のようで家老とか言われるような役職ですねの、まあ、家だったんですけれども、まあまあ、そこで継げなかったんで、まあ、同じくまあ家老ではないですけど、まあ、重臣格ですねの難波岳というところの方に、まあ、養子に出されましたと。でところがですね、あの1546年、あの、まあ、川越合戦、まあ、川越野戦なんて言われる時もありますけれども、ね、あのそちらの方で先ほどの養子に出された難波岳だけでなく、あの大竹が仕えていたその主君である扇ヶ谷上杉家までも滅亡しちゃうんですね。はい、で助政公もですね、もうその時はもうあの、養子に出された家の方で参陣してたんですけれども、まあですね、難波岳はあの完全にあの、息子さんとかもですね、当主以下も討ち死にしてしまってまして、なんとか、まあ、あの奮闘の末、まあ、脱出して、助政公の方は群馬の太田の方に、逃亡して潜伏したというふうになっております。はい、まあね、こう、まあ、普通に、ね、あのここの方で、いきなり継いだとあの、まあ家を継げなくて、で竹の方を継げるのかなと思ったらそんなこともなく、いきなり逃亡ということで、はい、ここでどう変わっていくのか、はい、でゼロからのスタート1回目ということで、反撃の助政公ということで、川越合戦の、まあ、数ヶ月後ですね、ですね、でここからの方はちょっと次のページを行っちゃいましょう。こっちの方地面の方は自分で、ああちょっと待って、ここにいきなり行っちゃうとあれか、ちょっとごめんなさいね、ここでいいか。はい、ですね、ちょっとあのこちらの地図の方出しちゃいました。はい、でまず、反撃の1回目、助政公はですね、あの機を伺って少数精鋭にて、武州松山城、これはポインター出てる、ポイント出ないか、じゃあ1番目、あの星の1番目が武州、あの何ていうんですか、あ、大丈夫ですか。あ、そうですか。はい、じゃあこちらですね、武州松山城、まあ、普通にまあ松山城でもいいと思うんですけれども、こちらの方ですね、これが先ほど話があった養子に出された難波岳の方のお城だったんですけれども、そちらの方を少数精鋭にて奪還するという形になっております。こちらの方、まあ、資料によると、まあ、先生の話を忍び入りとか忍び取りっていう風に書くらしくて、なんかまあ忍者を連想させるなんてのが最近ちょっとまあ話を受けてますけど、まあ、実際忍者を使ったかは分かりませんけどね。はい、でさあそして次この2番目、こちらの方ですね、助政公 の父上ですね、あの後年の拠点だった、まあ、石戸城を奪還と。はい、で次、いよいよ岩槻城なんですけれども、あの、まあ、1547年ですね、あの川越の合戦に対して、まあ、実は川越合戦で、まあ、重要なところを握ったのは助政公の実は兄上でございまして、兄上はですね、あの岩槻城の方にあの継いでいたんですけれども、なんとあの北条家の方に寝返ってしまってまして、それがやっぱり川越合戦の方で重要な、キーになったっていう話もよくあるところです。ところがその、ね、あのお兄さんの方が急死してしまいまして、まあ、助政公の方は、まあ、お兄さんが急死してしまった岩槻城で、
まあ、お組織の喪主として入ったと、まあ、入場して岩槻城の方を継承するということで、はい、いうことでございまして、よいしょと、これでね、あの要は北条、あの一回あの川越合戦の方で、川越合戦の方で、あの完全にあの関東はもう北条の派になってしまうかと思いきや、ここで関東 の、ね、あの埼玉のところに大穴を開けてしまうという、こんな大反撃をしたのは助政公だけなんですよね。はい、はい、ってことで、まあ、もちろんあのよいしょと、ここの大反撃をしたよいしょとはいいんですけど、よいしょと、そうするとですね、あの先ほどの川越合戦の方で、あの、まあ、主君滅亡してしまいました、大行列上杉家は滅亡してしまったんですけど、いやなんかあれすごい人がいるぞと、あの北条家にもみんなね、あのひれ伏すと思いきや、こんな大穴を開けた人物がいるのかということで、はい、なんとやっぱりもともとね、あの大家康上杉家に仕えてた、まあ、武将だとか、まあ、多分一連の合戦で、まあ、これは例えばあの大家康だけじゃなくてもですね、大家康家以外の方でもやっぱり所領を失ってしまった、あの関東中の、ね、武将さんたちの方が、あの方はすごいって思ったんでしょうね。はい、あのやっぱり助政公のもとにこうやって集まってたそうです。で、まあ、領地持った人も、もしくは領地奪われた人もこうやって集まっていて、でその方々が助政公の方についていって、まあ、これらが後に、まあ、岩槻戦記と、まあ、文章出てくるそうなんですけれども、その下地になったと思われる形になりますね。はい、さてちょっとですね、ここまで来てちょっと飛ばしちゃったんで戻らさせていただきます。はい、助政公を語る上で絶対欠かせない、まあ、今回ね、お師匠ということで、はい、やっぱりあの武将さんの話をかなり混ぜたいなと思っておりまして、はい、これですね、まあ、北条氏康公ですねの画像でございます。はい、こちらの方、やっぱりあの助政公最大の敵となりますと、まあ、やっぱり北条氏康公だとか、この氏政公あたりかなということになりますね。はい、やっぱりあの北条家といえば、もうものすごい、まあ、広大なあの関東への領地を後で得るわけでございますし、この、ね、あのお城カフェに集まる皆さんお分かりの通り、ものすごくあの立派なお城がたくさんありますよね。面白いお城がたくさんあると思います。はい、ね、もうその、ね、まあ、あの四条王の凄まじさって言ったら、まあ、あのみんなご存知ですよね。はい、お城好きの方が集まっていると思いますので、はい、さ、まあ、そうね、まあ、先ほどね、あのかあのまあ、埼玉の方にも大穴を開けたよなんて言いましたけど、やっぱり果てしなくも強大な敵でしたよね。はい、はい、さあそんな北条氏康公の話を交えつつ、さてここの岩槻戦記が終わって、次こちらですね。はい、で、あ、ちょっと、まあ、ここに行っちゃう前に、先ほど、まあ、北条家に、大反撃をしましたよとはなったんですけれども、ちょっと押しの弱いところはちょっとあの、ね、そこに書かなかったんですけど、あ、やっぱりその後逆に北条家からの大反撃を受けまして、まあ、やっぱり傘下に一回入ってしまうんですね。ところが、まあ、やっぱり思うところがあったわけですね、助政公の方は。ある時に、みんな大好き上杉謙信公ですね、はい、が越山と言われる、まあ、関東の方に、来た際、よいしょっと、助政公の方はいち早く寝返るんです。さて、はい、まあ、それによって、助政公はですね、謙信公からも絶大な信頼を得てるんですね。はい、もう、なんか不思議な方でございましてですね、まあ、なんというか、なんか2回には、渡ってなんか怒られたりとかしながらも仲直りをしているとか、謙信公の方からなんか、ね、詫びとは言うのかどうかですけど、そういったものが生きているという不思議な関係の方でございます。ちょっと飲み物を飲ませていただきます。よいしょと、はい、よいしょと、で、さて、よいしょと、ちょっと自分の資料を見ないと、ちょっとごめんなさいね。ちょっと私の方ね、パワーポイントとか使えない人なんでね、アナログな資料しか持ってなくてですね、よいしょっと、よっこらせ。こ
このとこだな、うん、はい、さよいしょと、さて、謙信公の話は出たんですけれども、謙信公が越山で来たタイミングで、助政公がもう一度北条家に反旗を翻しましたと、ね、ご北条家に反旗を翻した助政公、北条家の傘下になった時も結局領地の方はほとんどそのまま、継承されたようで、先ほどの岩槻戦記って話を出しましたけど、やっぱり助政公の方も、大反旗をしてかなりもういろいろと、いろんな省から信頼を得てしまっていたそうで、北条家も簡単に潰せなかったそうですね、はい、でそのままになっていたんですけど、それも利用して、で松山城も取られてたそうなんですけど、それも奪還したようですね、はい、ということで、ここに書いてあるな、先ほど書いた伝令犬のお話、ワンちゃんのお話の方させていただきたいかと思います。助政公の話をすると、やっぱりね、ワンちゃんの伝令犬、もしくは三楽犬とかそういうふうな形の方でも言われるんですけど、はい、ワンちゃんのお話ですね。これって、まあ、実際どういうことかってところで、せっかくだから持ってきたのはこういうことですね。よいしょっと、はい、なんと武将番号をちょっと使わせていただいちゃうんですけど、よいしょっと、さあ助政公、はい、助政公がじゃあ岩槻城の方にいましたよと、はい、岩槻城と、松山城の方になんと、まあ、持ってるか分からないですけど50匹のワンちゃんを飼っていたと言われるそうです。はい、で、そのワンちゃん、はい、じゃあこちら岩槻城、あ、じゃあここにこれがね、旗があるから、岩槻城の方にワンちゃんがいますよと。はい、で、岩槻城の方から、よっこいしょと。はい、松山城の方に行くときにワンちゃん連れてきますと、助政公がね。で、連れてって松山城に着きました。じゃあ今度は帰ってくるときは、別のワンちゃんの方を、よいしょと。はい、じゃあ岩槻城の方にと。っていう形の方を繰り返したそうですね。そういったことで、ワンちゃんの方に、よいしょっと、道を覆いさせたそうなんですね。まあ、ちなみにこれ、ちょっと誤字しちゃってるんで、ちょっとあれなんですけど、奇想本能ですね、カエルの本になっちゃってるんで、ちょっとこちらの字の方、ですね、正しくは、田舎に帰省するとか、じゃなくて、奇想の方です。はい、犬の奇想本能を利用した、戦略だったそうです。ね、こちらの方、それぞれのワンちゃんの方、もしも敵が攻めてきたときですね、まあ、敵なのはご北条氏になりますけれども、ご北条氏の方が攻めてきた場合、まあね、ご北条氏の軍の方も犬の使者の方は終えても、あ、いやいや、人の使者は終えても犬まではちょっと終えなかったということでございまして、はい、で援軍の要請は無事、相手方の城の方に届けられまして、援軍によって北条軍の方は兵を引かざるを得なかったと、そういった逸話でございます。はい、よいしょと、はい、そういった戦略を用いまして、なんとこの時ですね、これも凄まじい数字なんですけど、3万5000の兵っていう風な数字をちょっと見かけたんですよね、はい、3万5000の兵で松山城とかっていう時も、はい、なんとかそれ乗り切ったという風に言われているようです。はい、でちなみにここでですね、なんかいろんな県のところに変な赤丸がついてるのはちょっと見ておいてほしいんですけど、はい、なんかいろいろとありますよね。まあ一応助政公の領地をちょっと一応青で書いたんですけど、以前ちょっとご北条氏の領地の方をですね、ちょっとうまくなぞろうとしたんですけど、わからないとこが多すぎたんで、なんとなく半分県まん丸してあるところは大体領してるだろうと、で県のところで半分だけついてるのは、まあ一部か、まあ半分までいかないけど、どうかな、半分なのかなっていうくらいまで領しているであろうという形の方で、一応ちょっとね、丸付けさせていただいておりますと。はい、で、さっき謙信公の話はしましたね。で、さて謙信公といったら、じゃあやっぱり有名なね、武田信玄公でございますね。はい、ね、さあ、ここで、まあ、謙信公のライバルといったらやっぱりね、武田信玄公でございます。で、こんな名前知らない人はね、まずいないということでございまして、で、はい、いきなり、まあ、ライバルだから出したって何のこっちゃとなるんですけど、さてこのね、信玄公がじゃあ助政公にどう関わるのかというところでございます。はい、次、はい、なんかさっきの剣のね、マークとかいろいろとしたんですけど、はい、ですね、これは後に、やっぱり謙信公との戦いの方で、謙信公じゃない、助政公が、まあ、謙信公と一緒に、ね、
こちらの方で守っていた中で、松山城の戦いの方になるんですが、五方城家の方はやっぱりさっきの3万5000の兵でも落とせなかったよっていう松山城をなんとか取りたいわけですね。そうした時に武田信玄公の方に援軍を要請するわけですね。なんとその数、5万5000、はい、というふうになっているようです。で対する助政公の方、助政公の方もこの時ちょっと秘策を持っておりまして、先ほどの扇ヶ谷上杉家ですね、主君であったそちらの方の維持、川越合戦以降どうやら探していたようなんですけど、維持を、こちらの方で見つけまして、その方の方に、先ほどの武州松山城の方に入っていただいて、で当然主君が戻ってきたということで、先ほど岩槻戦記の方多分盛り上がったんだと思いますね。で岩槻戦記の中の方からさらに、精鋭部隊を、選んで松山城に入れたといいます。はい、で当然何百騎っていうふうに書かれたりするんですけど、任ではないので兵はまたさらにそこに入ったんでしょうね。だとしても数千です。はい、ということで、やっぱり助政公の戦い見るとですね、やっぱりこの戦いも要は負けちゃうんでしょうなんて言われるんですけど、いや、さっきの6件 vs 0.5 件ですよ。助政公の領地ここのくらいですね。ちなみにちょっとこのさっき東京の方にあった青が消えてるのは、葛西城は東京の葛西城がこの区の辺りにはちょっともう奪われてしまっておりまして、葛西城乗っ取りなんて言われてますね。でそこも失っておりますと。で、まあ、埼玉の半分行くのか行かないかの 0.5 件ぐらいに対して、信玄公も加わりまして、まあ、6件なのか 6.5 なのか分からないですけど、6件 VS ですよ。もう関東中敵みたいなもんですからね、これが見ちゃうと。はい、これで戦ってたんですよっていう、はい、そこのところがちょっと一つ面白いのかなと思いまして、ね、よいしょと。はい、でやっぱりね、助政公の方、先ほどの戦いの方で、まあ、最終的にはやっぱり松山城の方奪われてしまいまして、でよいしょと、さらにそれからいろいろと策を巡らしはしましたものの、はい、よいしょと、助政公の方ですね、なんと岩槻城、居城の岩槻城を留守にしている間に、息子の、氏助公ですねの方がなんと締め出してしまうんですね。氏助公の方はもともとやっぱり婚姻のか、北条氏康公の娘さんの方をお嫁さんにもらっている関係もあって、やはりちょっと助政公とやっぱりちょっと馬が合わないところがあったんでしょうかね。そこの方で追い出しという形の方をして、助政公の方はなんとか奪還作戦を、まあ、繰り広げてはいたんですけれど帰れず、各地を放浪、もう、ね、またここで締め出されてしまって、ちょっといろんな、まあ、謙信公の方を頼りに越後に行ってみたりだとかいろいろしたわけです。放浪して次の人生が、はい、これが2回目、片野の三落祭編という形ですかね。はい、茨城県片野、ここのお城の方に、行き着くまでも結構いろいろとあるようでございまして、最初はちょっとこの 赤星しておきました、小田市ですね、茨城の小田市の方に最初に入ったんだけど城ごと寝返ったよなんて話もちょっとあるんですが、まあ、とにかく、茨城県 の佐竹市の方の、客商という形の方で片野城、このあ、ごめんなさいね、青ですね、こうですね、はい、こちらの方に入りますと。はい、さあ、まあ、こちらの方ですね、今後で茨城での最大の敵となる相手が、これやっぱり皆さんね、いろんな話で聞くと思うんですけど、戦国最弱なんてよく言われちゃうんですでね、織田氏春公でございますね。はい、自分もね、そうですよね、はい、そうなんですよ、織田氏春公、実はですね、面白い話で、助政公のことをやっぱりずっと追ってた、最初になんかいろいろとね調べたりとか、城探索行きましたと。でゆかりの地とかをやっぱり巡ろうとした時に、助政公の資料館とか全然ないんですよね、やっぱりね。で氏春公の方ばっかりがですね、いろんな情報入ってきましてですね、まあちょっとね、ここにちょっと本持ってきちゃいましたけど、今織田氏春公の、居城の織田城ですね、もうすごい今整備されてるんですけど、まあ、昔も結構すごくはあったんですけれども、いつか整備したいなってやっぱり燃えてらっしゃる感じだったみたいですね。はい、でそこで整備している、方の方、
法教師さんの小田休憩所でよかったかな、ですね、あの小田城 の, あの後ろの方に法教山というあの山があるんですけど、そちらの方の、まあ、ボランティアの方々ですかね、そちらの方があのやっぱりかなり熱い方で、あの、そもそも自分助政公の話を聞きたくて茨城にいろいろと行ったんですけど、助政公の情報が全然得られなかったですね、はいはい、最初ね、はい、最初土浦城がね資料館もあって、まあ、お城だしで行ってみて多分名前はあったんですよ。なんですけど別に助政公伝来の白があるわけでもないですし、メインじゃないんですよねやっぱりね。でじゃあ小田城の方にちらっと行ってみて、小田城すごいなと思ってたんですけど、ちょっとこの頃はちょっとね片野城の位置がちょっとねあのまだ分かりづらくてですね、なかなかカーナビとかも全然あったのかな、すごい怪しい時代だったので、全然見つけられなくてですね、でまあ、周辺をいろいろとうろつき回って、で役場だったかどこかの方でちょっともしかしたらそこの、まあ、歴史 か観光か分からないけど、何かそういったところの方で情報が聞けるんじゃないかと友人が言ってくれて話をしてみたら、そこの人はいやちょっと分からないんだけどこの人なら知ってるかもしれないっていうことで、その小田城のね、まあ、すぐ横の法教山っていう山の、ね、休憩所の方の方の方を紹介されまして、その方がものすごく熱い方で、小田氏、まあ、さっき戦国最弱なんて言ったら小田氏だけど、いやすごかったんだという話をしてくださって、このねすごい汚いなんか持ったしきだって思うんですけど、これですねなんか自費出版して10冊ももうなかったそうですけど、いろいろと自分お話をさせていただいてくれたんですよね、はい、で今こんな汚くなっちゃってるなってすごいでしょ。自分ねこれもあったんで小田城に行って、それもうひたすらいろんな人紹介したりとかしてね、小田城すごい行きまくりましたね、はい、もう年季入りまくってますよ。ちなみにこのなんか薄汚れてるのはある時にあれですね、友人の方がですねマックスコーヒーこうし上がりましてですね全くもうそうなんですよ、そう小田城のね、なんか自販機のところにマックスコーヒーあったんですよね、はい、どうでもいい情報ですね、はい、こぼして急いで拭いたんですけどやっぱ残っちゃったんですよね、うわーと思ったんですけど、はい、まあでもまあまあそれはともかくってくらいでもすごくねもう読ませていただきました。でここで言いたいのはさっき戦国最弱って言った小田氏じゃない、宇治春公じゃないですか、まあ、自分の方はやっぱり話を聞いてまあ、その方も宇治春公をしてたわけではないんだけど、いや小田氏の方はすごかったんだよと。でちょっとまあ今回まあ、この方ね隣の方にいろいろと文明で書いちゃってるんですけど、まあ、第二の人生の方で例えば助政公の方はじゃあ日田氏の、まあね、片野城に行きましたと。で宿敵は小田宇治春公です、楽勝でしたよだったらこの話は終わっちゃうんですけど、いや実際にはやっぱり違うと思うんですね私の方。これなかなかあんまり PR する人いないんですけど、はい、やっぱりここはちょっと、ね、助政公を推すにあたってもちょっといろいろとやっぱりね推したいところでございまして、まあ、小田家、小田内原子の小田家の方は、まあ、この人もかなりの名族です、はい、で、やっぱりこちらの、ね、休憩所の方の方を推してたのは、まあ、宇治原子のやっぱり勢力がすごい強かったよと、まあ、少量もやっぱりあったし、財政としてもですね、まあ、この横の方霞ヶ浦、ね、皆さんご存知霞ヶ浦ございますけど、霞ヶ浦はもっと広かったんですね昔。戦国の頃あたりは利根川とほとんど合体してんじゃないかくらいに広かったんですけど、そこのあちこちに、まあ、津、まあ、港ですね、まあ、経済地の津っていうよりは、まあ、港の津という印象をちょっとその話から受けたんですけど、まあ、ただそこら辺の方からかなりの水利の利権を得ていたようです、はい、で経済の方が安定してましたと、はい、でまたまあ、これの方はちょっと実際には、ね、諸説がありそうな気はしますけど、やっぱりこの先ほどの法教山とか筑波山のあたりですかね、あそこを境に東北と分かれるっていう話がちょっとされたんですよ、はい、まあ、こっちから、南側の方だと例えばこの冬、冬寝雪になるかならないかここで変わるなんて話をされました。なのでやっぱり豊かであったと。で豊かで経済基盤がすごい安定してたし、名族で所領もものすごいあるんですよね。こちらの方、これは1600年だったかな、1600、500年代か忘れましたけど、織田、景気だったか、ごめんなさいね、家臣団の、ね、一覧が載ってるんですよ。
よいしょと。菅野屋さんありますよ。はい。はい、小田花風紀でいいのかな。ごめんなさいね。私もこれを教えてくれる方になかなか会ってなかったもので。はい。まあ、これちょっとそのまま計算しちゃうと100万個超すんで、ちょっとそれはちょっとさておきなんですけど、多分誰かの配下とかのやつも全部こうやってまとめてるんですけどね。でもやっぱりこれかなりの、まあ、勢力、このよいしょとこうしたポインターでいくとこれですが、本当にね霞ヶ浦の流域の結構いろんな地域をかなり配下に収めたようです。でやっぱりかなりの、基盤がございましたと。で対する助政子、佐竹家の客商ということで入ってますんで、まあ、一応、息子の、梶原正景公の方ですねが、柿岡城を得てはいます。よいしょと。まあ、ただまあこれ持ってるかどうかさておき、まあ、数万石くらいですかね。本当に数万石あるのかなってくらいの範囲になっちゃうと思うんですけれども、はい。でやっぱり小田氏の方をなんかいろんな、まあ、私もちょっとそういう文献とかに詳しくないんであれですけど、たまに見る数字とかって数千って数字が平気で出るんですけど、まあ、スケマス公が出せる兵力って数百なんですよね、見てると、はい。まあ、それだけのやっぱり強大な、まあまあ、実際大名といえる勢力に対して、まあ、スケマス公が戦ってまして、よいしょと、このよいしょと片野の方に行った際に、よいしょと、よいしょと、ですね、まあ、宇治春公の、織田宇治春公の背後には先ほどの、ね、御北条氏がいるんですよね。もう御北条氏の方、多分このお城好きの方々は逆西城行ったことある人いるんじゃないですかね。逆西城の方にもやっぱりもうその戦略拠点にもう置いておりますんで、こちらの逆西城、この辺かな、逆西城、こちらあたりですね、逆西城の方にも兵がいますと。まああんまり具体的に書かれてないんであれなんですけれども、まあ宇治春公がもし、このままうまく、この佐竹氏、の方を崩せれば、もう背後からそのまま、あ、じゃあ、あ、崩したか、じゃあこっちの方攻めるだってやることができたんじゃないかと思いますね、はい。なので、ここは大事なわけなんですけど、さっきの客商になっている佐竹氏の方はもう北からの、まあ、皆さん大好き伊達政宗公ですね、はい、政宗公のもう対応で手一杯で、南側の方にほとんど兵力を送れてないですね。一応兵は送ってはいるんですけど、もう本腰は向こうですねという形で、ここの戦線がほとんど助政公たちに任されてるんですよ。で、その助政公のその頼れる仲間たちっていうと、ですね、なんと婚姻関係を結んだ真壁氏、この図面だと筑波山、こっちの辺りかな、この辺りですかね、真壁氏の方は兵を送ってくれるとします。で、この辺りかな、柿岡の方があったとして、先ほどの佐竹の方からの援軍なんですけど、江戸氏という一族がいますが、かなり不思議な勢力で、ほとんど命令を聞いているのか聞いてないかくらいで好き勝手攻めまくっているような、まあ、そんな書き方をよくされる一族ですね、はい。で、もう役に立つか立つないか分からない状態の江戸氏と、あと一応、佐竹氏の方からも、まあ、どのくらいなんだろうかですね、まあ、数千いてはいないと思うんですけど、まあ、ある程度ちょっとまとまった兵が来るんで、それでなんとかです、はい。なのでその状態で楽勝っていう話なんですよ、はい。もうほとんど、うん、任せた頑張ってっていう感じの方でやらされたというのは、ここの戦線の実情だと思っております。さあ、さて、でさっきのその織田宇治春公の話の方にちょっとね、よいしょっと、あれ動いた、あれ動かない、あれちょっとごめんなさいね、ポインターが下に行かない、ん、あれ、おや、あ、もしかして、もしかして、あ、これか、はい、失礼、はい。でね、このね、映像なかなかみんな、うん、まあ現地に行けばね、知ってる人は知ってるんですけど、これな、何の画像かすら分かんない人結構多いと思うんですよ、はい。この画像なんですけど、よいしょと、織田宇治春公が強かった話とか、じゃ強かったっていうか、強かった語弊か、まあ要はなんで織田城、そうね、で宇治春公の方がなんで織田城を奪還できたかという話の方で、やっぱり民とかの話をよく聞かされることあると思うんですね。ね、はい、
宇治原公が、小田城の方を、敵に奪われてしまっても、民の方は、逃亡している宇治原公の方に年貢を納めたりとかしちゃって、全然新しく入ってきた敵の方には納めなかっただとか、ね、家臣の、ね、菅野家様ですね、はい、ね、菅野家の方が、ね、小田城の方を奪還してくれたよとかあるんですけど、もう一つ話がありまして、ですね、結構よくその日田市の不死鳥だなんだって面白おかしい番組ができ始める前進くらいの時に、宝鏡山の話が出た時があって、見てくださいよと、この後ろにあるこの山の方、ポインターでこの辺かな、はい、山の方からですね、小田城丸見えなんですよと、だから全然小田城って弱いんですよみたいな話の方にされちゃってたんですけど、これは現地の方からすると語弊があるそうです。これこの図面がまず何かっていうと、三村山宝鏡山極楽寺っていう大伽藍群、大寺院がここにあったんですね。これは織田氏の方とものすごく密接な関係があるっていうのが、やっぱり先ほどの、ね、方の方もかなり推してまして、でこの、ね、図面の、ね、この辺かな、なんとか石だけが、ね、これ切れちゃってるんですけど、ここの方は、まあ、摂政境界石とか、なんかもしくは境界石とかって呼ばれるんですけど、まあ要はお寺なので、ここから先で摂政、明記な摂政ダメよっていうラインだそうなんですね、まあ、そんなのはいろんなところにあるわけなんですが、話地元の話によりますと、まあ、結局、ね、織田軍の方がこちらの方で、織田城で負けてしまったとしても、その軍勢の方はほぼフリーパスで逃げてくる。で、まあ、正直こっちの方にかくまっちゃえば、奥の方にかくまっちゃうのかどうかあれですけど、かくまっちゃえば逆に、敵の方がこの先に入ろうとしても、いや、ここから先はお寺の境内ですので入れませんと。でこれだけの大伽藍群で、これ今ここの図面で写ってるんですけど、ここの方々曰く、ですね、同等が百何十つだかな、ものすごい数あるらしいと。で今なお発掘中っていうレベルだそうで、もうこの前山に遺構があるそうなんですよ。この本当にこの前山にこれだけでもなんかもう要塞みたいになってますけど、はい。でこの現在地って書いてるちょっと上くらいかな、多分この辺から織田城が見えますよという話を、まあ、これとあるテレビやってたんですけど、これはかなり大きな間違いで、そこを上から見るのは敵じゃないんですよ、奪還軍なんですよ。ここの方から見て状況が見えるから、今ならチャンスと思ったら行くんですっていうことだそうです。こちらの山の方、そちらの方、まあ、正直筑波山自体も、まあ、織田方っていう話を聞きますけど、はい、ということで、なんと後ろのお寺がバックです。もう本当に背後についちゃってます、もう本当に、はい、っていうのが実はちょっと強みの一つでございます。はい、ちなみに、なんだっけ、ここの、やっぱりここの寺が強かったんで、最終的にはですね、このお寺は潰されてしまうみたいですね。潰されてしまうっていうのは、おそらくの助政公が関わった戦いの方の、まあ、本当に後半戦の方で、やはりこの山自体が邪魔だということがあったみたいで、一応そこに残っている伝承としては、佐竹側の、軍勢の方ですねが、まあ、焼き打ちをしたよっていう話が残っているそうです。で、現地の方の調査で、なかなかやっぱり織田氏由来の、まあ、須浜門、ね、家紋ですねがなかなか出てこないって話があったみたいで、ただこれはもう何年前だ、もう結構前か、まあ、自分が行ってた頃ですか、もう5年弱かないくらい前なんですけど、まあ、とある整備したときに、奥の方からまあ、そういった割れた巣浜門の石塔が出てきたっていうことがあったそうです。で、やっぱり破壊をしたようですね。もう織田の色を残さないようにして、もうここのとこから織田をもう撤退させるっていう形の方で、一回やったようです。それができたんで、その後、まあ、完全に宇治原公も最後奪還できなくなってくるのは、その要因もあったようだと。いうところでございます。はい、なかなかこの極楽寺の話なんてね、言ってくれるところは全くないんで。ちなみに筑波山が何たらって言ったのはですね、筑波山の方はさっきの須浜門の軍配が残ってるそうです。はい、本当にそういったものゆかりのものとかも方もあるそうですね。よいしょと。さて、よっこいしょと。ちょっとすいません。さあ、とりあえずまあ。そして宇治原公の方の話があって、さてで、こちらの方ですね、画像なんですけど、助政公の、まあ、墓石の方になりますかね。はい、まあ、一応、ね、まあ、
助政公の方の最後の方としてはやっぱり織田城の方完全に宇治春公がもう奪還できない形の方まで大改修までしてしまって、で、さらにその後小田原征伐の方ですね、小田原征伐の方が起こりまして、小田原城の方に、助政公の、最後はご法上司を見届ける形ですかねの方で行った後に、亡くなってしまうという形になります。1年後くらいですかね、はい、という形になりまして、刀の城内の方に、墓所の方が、一応伝伝わっていますよという形の方になるそうなんですが、はい、墓石の方がございますと。よいしょと。一応ね、さっきの、渡した資料の最後の方でも余計な私が写ってない写真の方が残ってますんで、はい、で、ちなみに今リニューアルされてます。助政公の墓所の方ですね、今すごい綺麗に、さっきの500年祭がありまして、子孫の方がものすごく感動されたようで、もう今全く違う形に綺麗にまた整備されておりまして、私の方はですね、こちらの方でちょっと先ほどのね500年祭を成功させるぞっていうお祈りしたところの方を人に撮ってもらったっていう写真の方になりますけれども、はい、最後は助政公の方はご法上司の滅亡の方を見届けた後、助政公の方はお亡くなりになっていまして、ね、こちらの方で眠られたという形の方になります。はい、ね、先ほどね一番最初に助政公役、助政公役っていうふうに私もちょっと言いましたので、ある時ですね、これも先生に名前出していいって言われてないんで、じゃあとある先生としちゃいますけど、助政公役、太田助政公役として何か私が心がけていることがありますかという話をちょっとされたんですけど、私の方は演舞、先ほどね一時 PR しました、そこの演舞で最後まで戦うことかなと。本当に最後の最後まで戦った助政公ですからね、最後の時までは何度も立ち上がって、戦っていくんだろうなというふうに思って、私はそのように演舞の方をやらせていただいてますということで、助政公役としての話の方も締めさせていただきます。はい、そうしましたら時間的にちょっとだけ、じゃあ、せっかくなんで、よいしょと、はい、ちょっと時間がいつからスタートしたか見てなかったんですけど、はい、せっかくなんで推しですから、推しのグッズをね紹介しないとやっぱりということで、一応ちょっとこの後私の方、今回の太田助政公の武将印だとかグッズの一部ですね、正直シールしかないんですけど、グッズ結構ね、これとかもグッズになっちゃうんで、たくさんありすぎて全部は絶対持ってこれないんで、一部だけ持ってきました。一応プレミアム武将印という形の方の武将印と、こちら取り次ぎ印、なんと助政公、さっきの小田原征伐で石田三成公との友好の話があったりするんですね。はい、で、あとシールと、あとこちらの方、助政公役の私が推す印の方がございますということで、推しのグッズなんかの方も最後話させていただきまして、はい、ではこちらの方で、締めさせていただきます。ちょっとなかなか拙いところあって申し訳ないんですけれども、これだけ大きいところでやるのがあんまりなかったものでございまして、はい、ちょっとなかなかまとまらないところありましたが、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。そう、これね、はい、そう、これね、平川さん、いいですよね。いいですね。はい、推しが立つ、はい、秋、こんなの、こういうのってあるんだなっていう。こういったグッズあるんですね。私が作ってます。ね、これそうなんですよ。本当ね、好きすぎちゃってね、さっき言った通り役もやってますけど、これですか。そうです、私モデルにしてもらっております。はい、本当だ。あ、そうなんですね。鉢巻がそっくり。助政公、やっぱり助政公、さっきワンちゃんの話でもそうなんですけど、三楽犬とか三楽祭っていうね話、やっぱ太田三楽って、はい、そっちの方の話がよく出ちゃうんですけど、やっぱり地元に岩槻にいたあたり、おじいちゃんじゃないですよ。三楽祭っていうのはやっぱり年を取ってから豪として名乗って、しかも茨城とかに行ってから名乗ってるんで、岩槻の話とは本当は違うんで、助政公のワンちゃんの話はやっぱり伝令犬だとかやっぱなってるようにね。おじいちゃんの時じゃないですよと。多分この時、この多分ね、書いていただいている浮世絵ですかね、これは元の画像で三楽って書いてあるんで、明らかにおじいちゃんの画像なんで、ちょっとね、やっぱり若い頃の、ね、岩槻時代じゃないんですけど、やっぱり象徴的になるんでね、使わせていただいております。はい、おかみさん、三成いますよ。ね、そうそうそう、ここ、ね、いただいた、早い、ね、早い、はい、一応ね、三成公なんですけど、なんかこちらの方、元の原文ではちょっと読んでないんであれなんですけれど、
スケマサコ、ちょっと今回ちょっと分かりにくくなっちゃうんで話さなかったんですけど、スケマサコはそもそも他の先生が話すとおそらく書状文書ですね、歴史文書の話がメインになっちゃうと思います。歴史文書、さっきは大竹、の方は大気圧上水の火災の役割でしたよということで、要はやっぱりランクが結構上の方なので、お偉いさんとのいわゆる書状文書のやり取り、昔のお手紙ルールって直通がないんですよね。ポストに出して直通にならないんで、必ず誰かに取り付いてもらいますと。やっぱそれは相手の核に合わせじゃないですけど、やっぱりそれなりの人じゃないと取り付いてもくれないしっていうのがありまして、で助政公がやっぱりそれを、まあ、関東でかなり担ってたので、助政公今すごいマイナーだと思うんですが、当時の関東は知らない人多分いなかったんじゃないかくらい、多分してお偉いさんは絶対知ってたと思います。で手紙の方を誰々さんの方に、例えば宇治安公でもいいですよ、の方に出してくださいってことを国衆ですね、例えばいろんな地域のお城の城主さんだとかの方に頼まれて、お手紙を届ける場合もあれば、助政公自身は書く場合もあるみたいですね。取り次ぎというのはパターンが2つあるみたいでして、はい、その中で助政公の方はやっぱり中央の方の方と、やり取りをしてて、でも助政公と、水成公の方、もうほとんど文通、いわゆる文通ですよね、ほとんど。助政公の方はやっぱり中央の方とやっぱり連絡を取りたかったので話をしたそうなんですけれども、やっぱりそれでね、それぞれやっぱり取り次ぎをしてるってことで、多分仲が芽生えたんでしょうね、はい、友好が芽生えたようで、実際にあったのはおそらく小田原征伐の時だと思います。小田原征伐の際に、助政公やっぱりさっき言った茨城の方に行っちゃってから岩槻に帰りたいわけですよね。岩槻に帰りたいっていうのもあって、やっぱりちょっといろいろと話をしたと思うんですけど、で実際いざ秀吉公の方と話をした際に、意見をした際に秀吉公をちょっと怒らせてしまうんですね、はい、なので岩槻奪還はかなわずっていうところで、よくそこで締められちゃうんですけど、とある一番の方ではその後にそのしょぼんとした状態で外で待機、外というか少し離れたところで待機してた三成公たちの方のところに行って、ダメだったよみたいな、そういった愚痴を聞いてもらうという、はい、簡単に言うと陣に行って愚痴を聞いてもらった、でもこうだったっていう話とかをできるくらいの仲だったというふうに言われています。どうですか、はい、なんか日高さんいっぱい書いてますけど、ちょっとそうね、メモが、すごい書いてますねちょっとね、ピピッと知りたいなって思うポイントがたくさんありましたね。おお、どうですか、それまでスケマーさんって知ってました？名前しか存じませんでしたね。じゃあもう今日はちょっと美味しいものいっぱいいただいて帰ります。美味しいものもうこれだから歴史好きの女の人は食べ物と思っちゃうんですね、そしてね、甲冑格闘集団、本格格闘甲冑集団、もう漢字だらけでね、大体言うとき四季ってね、もう言っちゃいます。本格格闘甲冑集団四季なので、四季って言ってます。こうやってもらったんですけど、はい、これブレイキングダウンに出る人じゃないですよね。あ、違いますね。活動あるんですね。はい、ね、こちらの、ね、お話もね、確かに居合抜きができる人いましたから、そこで一種格闘技かなんかしてもらっていいですねあ、ちなみにですね、甲冑で演武もやりますけど、はい、ちょっと最近ちょっと居合というかですね、やっておりまして、こちらの方の、高原一刀流ってお家柄の、方がいらっしゃいまして、はい、一刀流の、そちらのお家の方ですね、それのご当主様の方の息子さんの方ですね、がメンバーにおられまして、一応私の県の師匠でございますでそちらの方で牧原家の方ですね、教室、実際に日本刀をちゃんと使ってのそういったやつも最近はちょっとやっております。はい、やられてるんですね。1週間前ですね、はい、1週間前ですね、切らしていただきました。切らしていただいて、はい、ぜひね、そういった活動も今度ね、ちょっと見てみたいところもありますけどね。いやー、素晴らしいプレゼントでございました。ありがとうございます、ありがとうございます。なかなかちょっとね、初めてのことで、ちょっと色と机の上が汚い、ちょっとあれなんですけれども、大丈夫、ゆっくりゆっくりとして、はい、これはね、私のとこじゃないです。はい、髪持ちますか。ちなみにね、これなんと家康公と伊豆村公だったんですね。何で持ってるかって、可愛いの好きだったんです。なんとまさかの、はい、はい、というわけで、長井さんによります太田助政の発表でございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。
ですね、いろんなことね、皆さんね。そうですね、すごい、すっごい身も取ってますもんね。ちょっとこの方好きかもしれないです。ありがとうございます。新しい出会いが出会いがありましたね、ここで。はい、どの辺が、なんかこう不屈の人というか。あ、そういう人結構好きなんですか。なんかこう抗う人が好きかな。抗う人、なんかこう、まあ這い上がってきた人ってまあ武将の中でもまあいるとは思うんですけど、失い加減が凄まじいなと思って、そこからまたこう這い上がってくる感じがちょっと男性の頃もそういう感じ。どうなんでしょうね。あぐらかされてる。はい、ありがとうございました。3番目でお願いします。はい、失礼いたします。